ジャパンラグビーリーグワンの NTT コミュニケーションズ、シャイニングアークス東京米浦安に所属するラグビーユニオン選手。6歳からラグビーを始めた。ミューアカレッジボーイズ高校、キングスを経て、2016年、NTT コミュニケーションズシャイニングアークスに加入。同年8月27日に行われた、ジャパンラグビートップリーグ第一節の神戸成功、コベルコスティラーズ戦に途中出場で、 日本での公式戦初出場を果たした。2019年日本代表第2次ラグビーワールドカップトレーニングスコットに選ばれた。2019年1月にはサンウルブズの2019年スコットに追加招集された。同年3月の第3節チーフス戦の前半4分で相手選手が足に乗っかり右足を開放性骨折。トップリーグの2021シーズンは 第3節から復帰以降 NTT コムの全試合に出場して21年の日本代表候補に名を連ねた。同年7月3日に行われたリポビタン D ツアー2021アイルランド戦にて途中出場で日本代表初キャップを獲得した。ありがとうございます。